どうも、マイクロ PE 実況パート2 This is a pen です。録画外でちょっと探検していたらモンスターにやられてロストしてしまいました。なのでちょっとパート1と同じような内容になるとは思います。はい、すいません。で、パート1で作れなかった家を今回は作りたいと思います。それではまずは木材を取ります。白樺が好きなので白樺しか取らないという縛りをつけてプレイします。それ前回に言ったかな。はい、よいしょ。なんかところどころに雲が、あっとっと、この野郎。今度のマインクラフト PM のアップデート楽しみですね。ベータ版は参加しようかどうか今迷っている状態です。一応 Android 端末なので参加できないわけではないんですが、ちょっと困っております。その他にもこのこと、マインクラフトのことでアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。とりあえず作業台を作ります。で、とりあえずシャベルだけでも作って先にも家を完成させます。シャベル？なんでかって？とりあえずシャベルを作ってドアを作る。で、これを回収。はい、あ、これで家の素材が揃いました。今シャベルだとやっぱ遅いな。いろいろバグがあるみたいですね。ベータ版で報告してらっしゃる。カットの仕方も倍速の仕方がわからないので、そこら辺のアドバイスもよかったらお願いします。あっと、石来た。石、つるはし作るの忘れていましたな。つるはし作って、で、シャベル、ルン。作れたかな。うん、作れてる。とりあえず木のシャベルがなくなったらやっていきます。とりあえず次ドアをつけておきましょう。よいしょ。手抜きですね。おお、石炭。家作ってて石炭見つけちゃった。家だよね。よし、草風呂でーす。うわ、もう耐久が、こんだけしか掘ってない。ダイヤシャベルだったらほとんどもうメモリが、減ってないんだけどな。それと比べちゃおしまいです。よいしょ。はい、家が完成いたしました。パート1は何だったんでしょうかね。とりあえず石炭掘って、石炭掘って、また掘って、なんかのパクリです。よいしょ。ラビットゾンビ治療とかもやっていきたいですね。あ、もちろんネザー行きます。
ゃもいっぱい集まったからね。はい、とりあえずもう一個だけ掘って家完成かな。スノークロスの方がいいかな。このDパッドともさらばですね。なって目立つでしょう。ただベッドがまだ作れてませんね。ストーンカッターいる？とりあえずチェストは作っておこう。ちょっと2チェストないとなんかやだでしょ。よいしょ。とりあえず斧作るの忘れて、剣と斧です。これ作って、あっと羊発見。来た来た来た。剣作ってよかった。よっしゃよっしゃ、あと1個で、でんじん、あたくみさんがわい、おっしゃ最後の1体、あいつ痛い痛い。よし、今日は家に戻るまでが遠足です。帰るまでが遠足です。よっしゃった。意外と目立つな、明るいと。ていうか夜になるの早いな、意外と。あ、え？どういうこと？あ、木材がないの。やばいやばい。原木1個取らないといけない。縛りがある。さあ白樺しか取っちゃいけないんだ。あ、白樺白樺一個でいい。いやー、バレた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 。逃げろ逃げろ。よいしょ。この BGM に合わない。やばい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 。イエーイイエーイか。ベッドベッド。なんかこの家なんか変な感じ。とりあえずあそこにいるクリーパー倒す。あったった、あ、爆発した。どこ？うわ、ぶねぶね。びっしたー。ドーンドーンって。あ、苗木だ。バージョンアップされない状態なので苗木はかなりレアなんですよな。ちょっとたまにカクつくことがあるので、そこら辺ちょっと注意していただきたい。あ、さっきの、木はもう困らないぐらい補充しておきます。なんだよあの家って思った人いるかもしれませんね。とりあえず次の木を切ったら、とりあえず今回の動画は終了とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。まだまだ動画、YouTube は初心者なので、編集などのアドバイス、編集などのアドバイス、何か作ってほしいってアドバイスとか、まあいろいろありましたらコメントお願いします。またチャンネル登録もよかったらお願いします。こんなグダグダな僕ですが、チャンネル登録お願いします。それでは今回は終了です。さようなら。